カツメシカツメシは、洋皿に盛ったご飯の上に、ビフカツを乗せ、ドミグラス風のタレをかけ、茹でたキャベツを添えた料理。兵庫県加古川市の郷土料理、ご当地グルメである。カツメシの胡椒が定着しているが、カツライスと呼ばれることもある。豚カツを使ったカツメシビフカツとご飯を一緒にして、お箸で気軽に食べることができる洋食をコンセプトに、創作された。 終戦直後の1947年に、加古川町寺家町で創業した、いろは食堂が最初に出したと言われる。当時ビーフカツレツを出す際に皿が足りず、一つの皿にご飯、ビーフカツレツを盛り、タレをかけたことが始まりとされる。これがコンセプトとなり、広まった。かつ、飯をスプーンで食べることは少なく、箸で食べることが一般的である。手軽に食べられることから、 加古川市内の食堂や喫茶店に広まり、専門店も登場する当地域の名物料理となったが、加古川市周辺の高砂市、張馬町、稲美町などを除くとかつ、飯をメニューに取り入れている店は、ほとんどなく、神戸にわずかにある程度である。同じ旧張馬国でも姫路市などでは、かつ、飯を出す店は少数であり。 兵庫県内でも東張間地域という極端に狭いエリアに限定された郷土料理である。加古川市中心部の老舗が後継者不足などで閉店し伝統の味が失われた例もあるが、郊外に新しい店がオープンしたり、学校給食、加古川市内の高校の学食に取り入れられたりと市民に親しまれている味である。タレが主体の 薄く叩き伸ばした牛肉のカツに玉ねぎなどが煮込まれたデミグラスソース系の赤カツ色のタレを大量にかけたカツハヤシライスと呼ぶべきものからカツが主体の分厚いカツにトンカツソース系の黒色に近いタレを少量かけたカツのセハンと呼ぶべきものまで味の甘辛も含めて店ごとに多様なバリエーションが存在するかつ飯を提供している加古川市の喫茶店 新神戸駅、三宮駅など、阪神地域の JR の駅では、淡路屋の調整による、糖料理をアレンジした、駅弁、タイガース勝ち飯が1000円で販売されている。一時は、コンビニエンスストアのご当地メニューとして登場したことも、ある。1990年代以降のご当地 B 級、グルメブームにあやかって、地域おこしに活用しようという動きがある。かつの PR 団体には、 東マカ勝メシ連盟や、うまいでー。加古川勝メシの会があり、新聞、テレビ、雑誌での PR、ご当地グルメイベントへの参加、県境なき牛団として、兵庫、鳥取、岡山、広島各県の団体との連携などの活動を行っている。1999年と2000年には勝メシの PR ソング、勝メシの歌。 カツメシ、温度、2008年にはカツ、メシを PR するためのロゴマークや、マスコットキャラクター、カッツン、デミーちゃんが制作されている。さらに PR のために、陣内智則が起用された。それぞれの店ごとに、秘伝のタレがあるがある程度のレベルのものならば、家庭でも簡単に作れる。基本型は、ウスターソースとトマトケチャップ、コンソメスープの素を適宜混合し、 水と酒を加えて煮詰め、少量の片栗粉を溶けばよい。また、加古川市内の食品会社や、おたふくソースなどから、かつ飯のタレが市販されている、ドミグラスソースカツ丼岡山市中心部の料理、かつ、飯より歴史が古い、かつ、飯が微不活を主として、用いるのに対し、こちらはもっぱらんカツを使用する。ソースは、ドミグラスと称するものの本物のドミグラスではなく、 実際にはかつ飯のタレと大差はない。かつ飯が平皿に盛るのに対し、こちらは丼に盛る。また、かつ飯がキャベツを添えるのに対し、こちらはご飯ととんかつの間に盛る。加古川と岡山は距離が近いが、関連性は確認できない。かつライス、大阪市な庭区周辺に見られる地域料理。こちらも加古川より歴史が古く。 昭和6から7年頃に誕生したとされる。カツは一口大に小さく切られ、カレーライスやハヤシライスのようにゆるいブラウンソースがたっぷりとかけられる。野菜類は添えられない。エスカロップ北海道根室市を中心にした地域にある。エスカロップはカツ飯に似ている。違いはエスカロップがタケノコのみじん切りを加えて炒めたバターライスであるのに対し、カツ飯は白飯であることである。 その他その他のカツ丼系のバリエーションについては、カツ丼を参照のこと、ありがとうございます。